はい、こんにちは、こんばんは。今日はですね、ちょっと面白い動画を見つけたので紹介していきたいと思うんですけど、これ画面見えてると思うんですけど、この米民なら全問正解、米津玄師イントロクイズっていうのがありまして、これマーティーラボさんっていう、YouTube 投稿者の方がですね、出してる動画を見つけたんですけど、これ何かっていうと、この人が、まあ、本家の音源は使えないんで、この人が作ったっていうか、米津さんの曲をちょっと、なんていうんですか、著作権的に使えるようにした音源のイントロ一瞬流すんですよ。それで難易度があって、鬼とか難しいとか簡単とかっていくつかあって、で鬼から始まって一瞬でこう聞いて当てるっていうやつなんですけど、ちょっとこれね、僕もね、米津玄師の曲っていうのはまあまあ聞いてるんでね、まあ、全部わかるかっつったらそうじゃないとは思いますけど、まあ、一応ね、一応聞いてて、まあ、ファンとしてこういうね動画投稿もしてるんで、こういうのちょっとやってみようかなと思って、ちょっと今回やってみようと思います。まあ、この YouTube の動画を使って企画を何かやるっていうのが新しい試みっていうのと、あと皆さんが見てるこの映像自体もね、ちょっといつもと違う収録方法してるので、ちょっと試しでねやってみたいと思うので、よければ最後まで見てください。じゃあ行きましょう。はい、そしたらやっていこうと思います。1問目からですね、行きましょう。でドキドキする。うん、これはピースサイン。これはピースサイン。よかったよかった。そうそうそう。いやー、1問目から分かってよかったわ。普通に。分かんなかったら、しんどくない？もう。1問目ぐらい答えたいよね。まあ、簡単になってるかもしれないし。やっぱそうですね。ピースサインです。うん。よかったよかった。2問目ですね。行きましょう。んー、マジでわからん。んー、馬と鹿だ。馬と鹿だ。わからんて。そうだそうだ。難しかった今。2問目からこれ。難易度やばくない？3問目いきましょう。フラミンゴ。そうだね、フラミンゴだ。簡単って言われてん。いやー、フラミンゴ正解ですね。よかったよかった。4問目ですね、行きましょう。海の幽霊かな。うん、海の幽霊でした。よかったよかったよかった。メロディーラインも入ってんだね。5問目ですね、行きましょう。マジでわかんないって。うん、レモンだ。レモンでした。うん、レモンだ。絶対レモンだ。最近7億再生いきましたね。おめでとうございます。6問目ですね。もう折り返しなのかな、これ。どうなんだ、10問ぐらいじゃないの多分。もうやばい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 。え、マジで。マジで。わかんかった。ああ、TDG ライオットだ。TDG ライオットだ。難しいよ。7問目いきましょう。メトロノームでしょ？違う？違うの？メトロノームでした。
正解。8問目ですね。もう8問か。オリオン。オリオンじゃないかな。わかん、え？オリオンだよね。うん、これはオリオン。オリオンだ。メロディーが入るとわかるね。よかったよかった。正解。9問目ですね。いきましょう。わかんない。マジでわかんない。やばい。やばい。やばい。わかんない。わからんかった。やばい。やばい。そう。これ聞いたことある。タイトルが出てこなかった。タイトル出てこんかったよ、今。リビングデッドユースだった。わからんかった。はい、次。わかんないよ。またエトラブ。違う、やばい。違うかな。やばい。もうずっと不安だわ。え、そうだよね。そうだよね。僕の記憶違い。やばい、タイトルが合ってた。よかった。合ってたよ。合ってた。もう心臓バックバクなんだけど。意外にしてほしいぐらい心臓バクバクなのは何？はい、どうだったでしょうか。結構難しかったですね。イントロの本当一瞬だけが聞こえる鬼とか、なんか竜寄りの虎とか、なんかそういうやつはものすごく難しかったですね。何個かは答えれたんで、ちょっと、またね、別の人が作ってるやつとかいろいろあると思うので探せば、そういうのでね、リベンジしたいと思います。皆さんは何個できましたか？僕よりもいっぱい鬼で解けましたか？それとも全然解けなくてイージーとか簡単とかの方で解けたっていう風な感じですか？ぜひね、そういうのコメント欄で教えてください。何問正解できたかっていうので競いましょう。よろしくお願いします。じゃあ今日の動画これで終わろうと思います。よければいいねと、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。また明日。ちなみにこの動画は、今深夜、4時16分に、深夜っていうかもう朝だけど、午前4時16分に撮影しておりました。ありがとうございました。またまた。バイバイ。